1967年のサンケイアトムズでは、1967年のサンケイアトムズの動向をまとめる。この年のサンケイアトムズは、飯田徳次監督の2年目のシーズンである。この年は新戦力を大量投入、新入団に、奥垣幸男、加藤敏雄、竹上白雄、浅野刑事に、外国からデーブ・ロバーツ、トレードとして西鉄から起動即分。 近鉄から山本八郎が移籍した。だが、開幕3試合目、木戸の活躍によって、徳武貞介の連続試合出場記録が821試合で、ストップ。これがきっかけで、チーム内部に、亀裂。やがて5月に入ると前年、部位にの巨人に連敗するありさま。そしてチームは相次ぐ連敗で、とうとう5月23日に、飯田監督が休養、中原博士ヘッドコーチが、 監督代行に。ところが交代直後に9連勝、一気に上昇と思われたが、再び低迷し、前年から勝ち星を6つ増やしたものの対応との4位争いに、敗れて最後は5位に甘んじた。飯田監督はこの年限りで、辞任300勝投手、別所竹彦が新監督に就任した。戦力面では竹上が、阪神の江夏豊との争いを制して、 佐藤隆雄以来の新人王を獲得。打率は299で終盤の怪我による出場不能状態がなければ1958年の巨人長島茂雄以来の新人3割になるところだった。長年頻打だった打撃陣はロバーツ、竹上の加入で503得点はリーグ3位120本塁打は リーグ4位と超打力がアップし、翌年の4位につながる。ありがとうございます。